阪急淡路駅付近高架化工事現場全面展望ということで、今回は天神橋筋6丁目から吹田までの全面展望をお楽しみください。2022年10月1日土曜日撮影でございます。それではよろしくお願いします。さあ、というわけで電車は天神橋筋6丁目駅をスタートいたしました。左の方に遮光幕が徐々に上がっているのが見えます。この遮光幕ですね、明るいところから暗いところ行くときとか、暗いところから明るいところ行くときにですね、車内灯がフロントガラスに反射しないように、開けたり閉めたりされるものでございます。よかったら皆さんも電車ご乗車の際は徐行幕チェックしてみてください。さあ、というわけでトンネルを出まして、ここから線路が徐々に勾配が上がっていきます。左カーブいたしまして、淀川を横断する橋にかかりました。この淀川を、横断するために天禄駅から線路がずっと勾配、上り勾配になっていたわけですよね。この橋脚を渡る時のこのリズム感というか音が僕大好きなんでね、ガタン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 ってな感じですね。線路枠に徐行予告信号機がついております。さあ、この辺りから阪急の高架化工事ですね、この辺りですかね、ちょうど工事車両の搬入室用の、スロープなんかございますが、高架化工事の区間に入りました。次は国島駅なんですけど、結構こう右に左にカーブする感じがいたします。今回は廃止される、ここからって廃止される踏切の紹介というか名前なんかもテロップでご紹介します。国島踏切道です。踏切道を越えるとすぐに国島駅ですね。徐行区間が終わり、国島駅に到着です。この駅ご存じない方もいらっしゃると思います。すぐ左の方にちらっと見えてます淀川キリスト教病院への、アクセスが便利な駅ですね。阪急千里線の国島駅でございます。さあ、ここから、ちょっと車両が実は、変わりました。これこの日一日乗車券使って阪急電車乗り倒したんですけど、何回かこの千里線も乗りましたので、ちょっとここからまた先ほどの状況とは変わってきます。まずは大宮通り踏切道ですね。これね、あえて踏切道道をつけてるのはですね、阪急の踏切のですね、表示板に、道とついてるからなんですよね。踏切と言ってもいいと思います。路加地踏切道でございます。これもなかなか、珍名踏切でございます。この辺りから高架橋は上下2段に分かれていきます。ちょうど進行方向向かって左の方ですね、左の方に工事中の高架の橋脚などが見えております。外は非常に今日晴れていましたので、いい映像が撮れていると思います。かなり橋脚が近いですね。ちょっと微妙に本線の線路から横にずれている橋脚でございます。さあ、ここで踏切ですね、学童踏切道ということで、ここも由来があると思うんですけど、ちょっと調べきれておりません。さあ、かなり、高架橋が高く、背が高くなってきました。淡路駅では京都線のダイヤが優先されるため、千里線のダイヤはどうしても割を食います。高架工事が完成したら上下線が分離されて、もう少しスムーズに走れるようになると思われます。これね、阪急線、2線、京都線乗られている方だったらご存知だと思うんですけど、淡路駅に、入線するときにですね、待たされることが多いですね。この日もね、この後、完全に停車いたします。左の方にね、京都線側のトラス橋ですね、これも高架化工事の、構築物の一つなんですけど、トラス橋が見えます。トラス橋の下がね、ちょうど車道、歩道が通りますので、高架部分がですね、強化されているといった感じだと思います。ここもかなり迫力のあるちょっと宇宙基地のような阪急の
高架化工事現場が見れますので、ぜひ皆さんよかったら、まあ、安全に配慮して遊びに来てほしいなと思います。さあというわけで、淡路駅目の前にして電車が完全に止まりました。ただいま信号待ちのため停車しています。しばらくお待ちください。まあ、この時もね、ご覧の通り踏切は閉まったままですね。左の方に踏切、開くのを待ってる男性の方がいてます。大阪梅田駅の電車が発車していっておりますね。京都線ですね。阪急京都線の線路でございます。今我々が走っているのが阪急千里線です。千里線は天神橋6丁目駅から北千里駅間ですね。まあ、これが千里線と言われております。はい、信号が、警戒厳時に変わりましたので安全確認して出発進行。はい、こちら住宅踏切道というね、これも面白い名前。あの、皆さんね、本当に踏切の名前めちゃくちゃ面白いんで、まあ、阪急に限らずね、いろんな電車の踏切の名前ちょっと調査するのもありかなというような感じで、まあ、自分も踏切大好きみたいです。国次踏切道でございます。お、大阪メトロの車両が来てくれましたね。淡路駅にやってきました。まあ、千里線の方はね、京都線利用されるときはこの駅で乗り換えでございます。結構ね、利用するお客さんが阪急の中でも多い方の駅だと思うんですけど、北千里側に行けば行くほどホームの幅がかなり狭くなるので、結構まあ怖いと言ったら語弊があるかもしれないんですけど、まあスレスレ電車が走ってくれます。よかったら皆さんも北千里側の方もちょっと行ってみてください。さあ、ここで扉が開いて淡路駅到着ということで、ここでも京都線の電車が優先ですね。いや、すごいですね、この高架化工事の構築物。もうね、いつ見ても楽しいですし、まあ、もう2年ぐらいかな、この現場追ってますから、完成までね、細かく皆さんに動画をご覧いただきたいなと思っております。で、ちなみにね、この時使っているカメラは、ロミックス G8 だったと思いますね。それに1280のズームレンズを取り付けて、まあ、ズームしたり引いたりして撮影しております。結構ね、全面展望撮ってるとね、二の腕がプルプルしてきて、まあ、駅で電車が止まってる間はね、ちょっと休憩時間ということで映像は撮ってないことが多いです。さあ、チリンチリンの合図が鳴りました。出発進行。このね、真ん中に縦長のガラスがありますんで、結構これは全面展望しやすい車両かなという感じがいたします。さあ、我々は千里線ですね、北千里に向かう電車なので、はい、こちらの方に行きます。ここもね、右手の方の宇宙要塞の構築物、一見の価値ですよね。まあ、よくね、これ千里線も京都線も、まあ、実際私てっぺ利用する線なので、この淡路駅に近づけばちょっと心ワクワク踊る瞬間がございます。さあ、という間に、駅出発してすぐ踏切が出てきました。千里北陽踏切道でございます。そして上に大阪東線の線路ですね。次は下新城。はい、で、この下新城ね、ちょっと注目ですよ。下新城到着前に注目でございます。まあ、注目するも多すぎてね、申し訳ないんですけど、東海道新幹線のね、高架橋をまたぐためのすごいものが出てきます。あ、鳩ヶ瀬踏切道です。これも面白い名前。ここでね、ちょっと踏切面白いんですよ。この辺りで上下線の高架が合流ということで、さあ、また踏切出てきました。ボタナ北踏切道です。ボタナ北踏切道は皆さんぜひ行ってみてください。
あ、今ちょっと見えなかったですね、下新庄駅。見えました皆さん、下新庄駅手前にコの字型の橋脚があったの。はい、ここは工事の影響で上下線のホームが大きくずれている下新庄。ちなみに京都線の方の駅はあの上新庄ですね。上と下、まあ、関西では上を北、南側を下というね呼び方をいたしますが、まあ、これもそれで付けられた名前なんですが、ちょっとよくわかりません、はい、でこの位置から見るとですね、高架部分の構造がよくわかりますね、はい、下新庄駅からさらに、まあ、吹田方面、北千里方面に行くとですね、まあ、高架か高位完成の暁には、まあ、徐々にこう地面に近づいていくというような感じでございます、感じになると思います。下新庄踏み切り道、この先高架橋は 25% から 17% ビルの勾配で現在線の位置まで下がってきます。はい、そしてしばらくすると神崎川ですね、神崎川を横断今しているところでございます。このね神崎川の橋梁もねすごい工事中面白い風景が見れたんですけど、お客様にお知らせします。支線神崎が北踏切と、はい、今ので、なくなる踏切は終了でございます。また各車両に非常通報装置を設置しています。緊急を要する場合はご利用ください。この先の踏切は、高架化後も生き残る高架化区間、この辺りで終了の地域ですね、まあ、ここから先は基本的には高架後も特に風景は変わることはないと思います、はい、大きく右カーブして、まあ、もうね神崎川越えるとちょっと住宅地とか文京地区とかね、なんかそんな感じの風景にガラッと変わります。もうすでに大阪市から吹田市、神崎川の真ん中で大阪市から吹田市にやってきました。はい、この踏切も生き残ります。まあまあ大きい左カーブですね。線路と車輪がきしむ音が聞こえます。はい、そしてこれは東海道線ですね。東海道線の線路の下をくぐります。はい、というわけで下新庄から吹田駅到着です。これにて天神橋筋6丁目駅から吹田駅間の阪急淡路駅周辺の高架化工事の全面展望終了でございます。これねまたこうやってナレーションがいいか悪いか、楽しかった気にくかった、いろいろご意見あったらコメント欄にですねそれいろいろ書いてほしいなと思います。鉄の細道のてっぺでございました。それでは次回の動画までさよなら、ご視聴ありがとうございました。